疲れ様でした。笑っても泣いても明日が最後の日。マスター、今まで本当にありがとうございました。なんて、まだ早かったですね。すみません。あと一日ありますもんね。最後の日、悔いが残らないように過ごしましょう。それでは、おやすみなさい、マスター。泣いても笑っても、今日が最終日です、マスター。マスター、ナナコ様のこと、悪魔さんに聞いてみましょう。このままじゃ、モヤモヤが残ってしまいます。では、ここはナナコ様に習って。悪魔さーん！呼ばれて飛び出てって天使？なしてクロマを呼んだですか？それはもちろん、ナナコ様のことを聞くためですね、マスター。そうなんですか。わかったです。ダメだと言っても、このマスターが力ずくで。あれ、悪魔さん、今なんと？別に教えるですよ。そもそもクロナ、あの新米悪魔から言づてを預かっているです。クロナ、こう見えて後輩には優しい悪魔なんですよ。なんとです。魔力的なあれで録音メッセージを直接再生するんで、耳かっぽじってよーく聞いとくですよ。そんじゃ再生です。もしもし、これ本当に取れてるの？クロナちゃん。無論です。先輩を信じるですよ。それじゃあ私は今、魔界のお父さんのところで魔力の使い方を勉強しています。お父さんはすごくいい人でした。人っていうか悪魔なんだけどね。突然いなくなっちゃってごめんなさい。迷ってるとそれだけ別れが辛くなっちゃうと思ったから。クロマちゃんを責めないでね。全部私が決めたことだから。あのまま地上にいたら、私はきっとあなたにいっぱい迷惑かけてたと思う。だからお父さんのところで修行して、悪魔の力を完全にコントロールできるようになったら、その時はまたあなたに会おうと思います。いつになるかはわからないけど、その時まであなたの隣開けておいてくれたら嬉しいな、なんて。それじゃあね、風邪とかひかないでね。リースさんもその人のことよろしくお願いします。またいつか。最後に一言だけ。幼馴染のあなたへ、大好き。と、まあこんな感じです。ナナコ様、クロナもちょっとだけ会ってきたですが、あいつの父親めっちゃいい悪魔だったですよ。泣いても笑っても今日が最終日です。
泣いても笑っても今日が最終日で。泣いても笑っても今日が最終日です、マスター。それでは参りましょう。人間界よ、クロナは帰ってきたです。お久しぶりです、悪魔さん。馴れ合いはやめろです。しかし今のクロナはお前らの知っているクロナではないのです。今のクロナは短期間の魔界ライズアップに成功しパワーアップしたクロナ。今クロナを超えた超クロナ、クロナライザーなのです。何を言ってるんですか。つまり今日がお前らの命日だということです。そんな、前回ちょっといい感じに友情が芽生えた的なあれは何だったんですか。そんなの知らんですし、天使はクロナの敵ですし。ひどいですよ悪魔さん。聞く耳持たんです。さあ行くですよ、人間アホ天使。マスター、悪魔さんの目覚まさせてあげましょう。そんな、悪魔さん、なんでお前らごときがクロナ様に勝てるはずないのです。
なんとか勝てましたね。でも思ったですか？おへ？甘いです、甘々です、キャラメルパフェ味なのです。むしろ尻尾のコリがほぐれたぐらいですよ。そんな見るがいいです。これがクロナのとびきり全開パワーです。なんという魔力。これがあの悪魔さんなのですか？そんな、このままじゃ私たち。そうはさせないよ。この声は。いろいろ教えてくれたクロナちゃんには感謝してるけど、その人たちを傷つけるつもりなら容赦はできないよ。新米悪魔。恩をあだで返すとは、なかなか悪魔的に成長したようですね。けど、それは成り立て悪魔、魔界きっての大天才、クロナ様が負けるはずないのです。そういうこと言っちゃうんだ。じゃあ、これならどうかな。えっ、なんと、この魔力量は。そんな、これはクロナ以上。まるで魔王。ねえクロナちゃん、その二人から手を引いてくれると私とっても助かるんだけどな。です。こいつマジオークンリーです。クロナ帰るです。そんなわけで帰ってきちゃいました。